どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。いよいよ2018年も2月にそろそろ差し掛かろうとしておりますが、2月の大イベントといえばもうバレンタインデーでございましてですね、全国の女子たちに今から練習してもらって、とにかくまあバレンタインデーと言ったらですね、もうバレンタインデーキッスなんですよ。国生さゆりさんです。はい、国生さゆりさんといえばセーラー服を脱がさないででおなじみのおにゃんこクラブでございまして、まあまあその世代、私は小学生ぐらいだったかな、まあよく覚えておりますけれども、はい、やっぱこのバレンタインデーに近い時はやっぱバレンタインデーキッスをとりあえず女子には歌ってもらいたいということでですね、ここにアップロードしたいと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンはシンプルに超簡単に、できる初心者向け簡単バージョンになっております。はい、途中解説をしまして、後半はちょっとかっこいいバージョン、キメが入ったりなんかするやつで、はい、ちょっといろいろやってみてください。これはですね、やっぱりね、バレンタインの好きな男の子にみたいな気持ちでやるのがいいと思うんですけどね。まあ私もなんかこれを聞くとなんかほろ苦い思い出みたいなのがね蘇ってきますけれども、はい。でですね、ウクレレですけれども、皆さんいかがですか？音楽ウクレレで始めてみませんか？ウクレレは簡単なんですよ。奥は深いですけどね、弦4本しかないし、コードもね他の楽器に比べたら、抑えるのは簡単です。で一緒に歌えるのがいいんですよね。ぜひ始めてみてください。どうしたら始められるか、今ご覧になっている私の YouTube で、ガズ私がですねコードの押さえ方とか持ち方とか、解説しているホームページの1ページがありましてですね、1から順番にやってくると弾けるようになります。今からここにリンクがあるんですけど、そこの初心者さんはここというところに行くと初心者さんを始められることができます。ちょっとできるよって方はそこのページのところにですね、もう400曲以上 のレッスン動画の倉庫っていうかなってますんで、一回どっちにしても見に行ってみてください。はい、ここに行ってくださいよ。クリックかし。いってらっしゃい。それではバレンタインデーキス、最初は超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。シャララララ素敵にキス、シャララララ素顔にキス、シャララララ素敵にキス、シャララララ素顔にキス。明日は特別スペシャルデイ、はい。そういうわけでバレンタインデーキス国生さゆりさん、シンプル簡単バージョンの方やってみました。なんというかこう嬉しい恥ずかしみたいなね感じですけれども、今の1番やって終わっちゃったんですけど、全部やりたい方はご自分でノートに書き出してくださいね。その時の参考になりますように私のノートを今お見せしようと思います。はい、こちらでございます。イントロかける2ですからね。はい、シャラララってこんな感じ、ワンブロックに4回だから2個ずつです。はい、じゃあここからメモってってください。ここ気づきました？ここからね 1,2,3,4,5 行目、これ全部コード進行一緒なんですよ。 Cm7FG7Cm7FG7 すごいでしょ、ずっと繰り返してますここは。なんで歌詞だけ、はい、上の4行いいですか、ここまでね。
はい、で次のブロックはここからかな。はい、どうぞ。ここ下に書いてあるのはちょっとこれからやるかっこいいバージョンのからくりがちょっと出てきますんでね、なんとなく見ておいてください。はい、じゃあここ最後のなんかいろいろ書いてある、こことかね、ここにここも書いてある。これはこれからやるかっこいいバージョン出てきますんで、シンプルバージョンはね、今ここ C7 でやったんですけど、ここはねかっこいいバージョンはまたちょっと違うところに違う感じでやろうと思うんで、まあひとまずこんな感じで、でここリボンをかけてのあとイントロに戻るんで、まあここと一緒のことをここでシャララララン素敵にキースが始まって C で終わるというような感じになります。まあテロップとちょっとあの照らし合わせながらメモとメモというか楽譜を作ってください。はい、出てくるコードの解説です。 C と F Am Dm G7 Em7、 今やったシンプルバージョンでは C7 も一回出てきますね。まあこれはですね、いつも私の動画でご紹介してるんですけども、ガズレレ必須コードという、ガズさんの YouTube をやるときには覚えておいた方がいいコード、8個ぐらいのコードがあります。以前解説してる動画ここに貼ります。ガズレレ必須コード、これ覚えてくださいね。それをあのかマスターしたらもう簡単コードですから、はい、そんな感じです。じゃあここからかっこいいバージョンに突入。はい、かっこいいバージョンはですね、リズムは基本的に8ビート、8ビートなんですけど、この曲は1ブロックに2個コードが入ってるんで、こんな感じ。シャンジャンジャカ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 、これを基本に行こうと思います。ちょっとねなんかこう跳ねた感じがいいかな。チャッチャッカチャッ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 カチャッ、ちょっとシャッフル気味、シャッフルっていうタッカチャッカ、ちょっとねこうルンルンしてる リズムが気分的にね、やっぱバレンタインデーキスでこうちょっとルンルン気分なんでね、そういう感じでやってみようと思います。あとですね細かい決めがいろいろ入ってきますよ、こっからご注目。ここですね、Oh baby do a do a Oh baby let me do、 ここ見てください。さっき C7 でやったところなんですけど、今度かっこいいバージョンはドレミファソラシドってメロディーを入れたいと思います。これね一番上の線が1弦ですからね、2弦3弦4弦、要は3弦の0、3弦の2、2弦の0、2弦の1、2弦の3、1弦の0、1弦の2、1弦の3です。これちょっと今デモ演奏します、そこのところだけね。要はねこのフレーズなんですよ、見てくださいね。3弦の0、3弦の2、2弦の0、2弦の1、2弦の3、1弦の0、1弦の2、1弦の3、つまりこれドレミファソラシドっていうフレーズが入ってるんです。これドレミファソラシドね、出てきちゃった。でこう出てきちゃったんですけど、これで私が考えついたのはですね、 C を押さえたまんまドレミファソラシドを弾く、こういう風になります。せーの3、はい、こうです。もう一回いこう。0201302、ここ押さえたままね、1弦の0の時はもう全部下ろしちゃう。で23です、わかる、テン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 っていうフレーズを全部コード弾いて C 押さえたまま、はい、どうなるかちょっと流れでやってみましょうか。 Oh baby do a do aLove me do 甘い甘い、こういう風になります。この流れです。面白いですよこれは。ストロークもジャ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 、こんな感じでいきましょう。これから甘い甘い B メロに行きましたね。はい、じゃあ次のブロックの決め2、さっきの決め1ね、決め2としてはですね、目立ち、サビの前の目立ちはしないから、私ちょっと最後の手段で決めちゃう、ここ G7 で決めって書いてあるので、ここまるで G7 弾きます。バツはカッティングか空振り、ダツダツツダダツダ、ここで止まります。ダツダツツダダツダバレンタイン、これやってみましょう。目立ちはしないか
から私ちょっと最後の手段で決めちゃう。タダッタどう、タッタッタダッタ。カッティングできる人は止めてほしい。はい、口で言うとタッタッタダッタ。カッティングとか8ビートはよくわかんないから、こういうリンク貼っておきましょう。ウクレレでできるリズムいろいろ。今止めたのはね、この左手と、これカッティングっていう技なんです。見てちょっと練習します。カッティング苦手な方は私ちょっと最後の手段で決めちゃう、ダダンダン、あれこれでもいいですよ。ジャンジャンチャチャンチャン、これ覚えておいてください。これを今言ったのを図に表すとこれになりますからね。ダツダツツタタツタン、これです、これ、これ、はいはい、これメモってください。はい、これが今決め2。次決めの3がですね、あ、これがかっこいいんですよ。サビのねここなんだけど、ちょっと ここメモっといてください。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、ダダダダリボンデー、ここね、今からやります。シタタタタジャンジャンジャンジャツツツジャーです。C タッタッタッタジャージャージャ F トゥトゥトゥジャーです。はい、ここやってみます。バレンタインデーキースサビキャ、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、リボンゴのテッテ、こうです。最後のそこだけ言いますよ。バレンタインデーキース、ダダダ F、 G7 で伸ばす。C カッカッカッカ、 G7 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 F カッカッカ、 G7 伸ばすですね。ここちょ表現どうだろう、分かるかな。 C カッカッカッカ、 G7 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 F カッカッカ、 G7 伸ばす。でつつつつ、ででででつつつで、バレンタインデーキース、ダダダリボンをかけてシャラララってなっていきますから、はい、ここが決めの3。決め123、これをちょっとやってみるだけでだいぶこのなんていうかな、テンションが上がってきますと思う、で、あんま上がってくると思いますんで、ちょっとこっそり練習して入れ込んでみてください。それではそんな感じで、ルンルン気分な感じでね、バレンタインデーキース国生さおりさんのかっこいいバージョンやってみます。ワン、ツー、シャララ素敵にキス、シャララ素顔にキス、シャララ素敵にキス、シャララ素顔にキス。明日は特別スペシャルデイ、一年一度のチャンス、 Oh darling You are You are Oh darling I love you。 誰もが浮かれて私のハートを射止めて、 Oh baby You are You are Oh baby Love me do。 甘い甘い恋のチョコレート、あなたにあげてみても目立ちはしないから、あたしちょっと最後の手段で決めちゃう。バレンタインデーキース、はい、バレンタインデーキス8ビートチャ入りバージョン、さっきのリズムのところでこのチャも入れてみるとかっこいいと思います。はあ、なんかかっこいいですね。なんかすごいこうフィフティーズっぽい感じのちょっとオールディーズな雰囲気もちょっとバレンタインデーキスってあるんだなってことがなんか分かってきました。あんな、まあ、私リアルタイムで聴いてる時も小学生だったんですからね、まあ、今聴くとなんかかっこいい曲ですね。はい、皆さんバレンタインデーには歌ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ホームページご覧ください。今年はですね、2018年は、全国各地でいろんなことできるように今構築中でございますので、最新情報はホームページの方に逐一チェック、ここにリンクも貼っておきますからね、お願いいたします。あとね、ブログなんかも書いてるんで、そのホームページのところにもリンクかかってますけど、ちょっと一回ねホームページいろいろ探検してみてくださいよ。いろいろ面白いこと書いてありますからね。はい、そんな感じで今回のガズルレッスンはこれで終わろうと思います。ありがとうございます。またね、チャオ、バイバイ。